秋の訪れとともに、栃木県の奥日光では本格的な紅葉シーズンを迎えています。奥日光の中禅寺湖では、色づいた楓などが山並みに美しい彩りを添えています。今年は平年より気温がやや高い日が続きましたが、中禅寺湖周辺の今朝の最低気温は6度とぐっと冷え込みました。赤や黄色のコントラストを描く紅葉は、 遊覧船からも楽しむことができます冬自宅が始まる前、湖に入る紅葉は今週末にかけてが見ごろだということです